どうも、ジャルです。すいません、今日ちょっと遅刻しました。ということで、今週もエボニープレイ配信をやっていこうと思います。よろしくお願いします。よいしょ。はい、今日はね、あ、なんかお品書きを書き換え忘れていた。ヘリテージについて考えてみたということで、よいしょ。あ、エネゴリさん大丈夫ですか？あの、ずっと体調不良でしたけど、あ、なんかあの、昨日なんか薬かなんか昨日だっけ、なんか薬を飲んでたっぽいね。あの、なんかアルコール消毒をされてたようなのを見た気がしますね。赤見さん、コメントありがとうございます。こんじゃ、アーカイブ見ました。遅ればせながらつぶさん、おめでとうございます。 ありがとうございますペソンペソンさん、お疲れ様です。つばさん、おめでとうございます。 ありがとうございます。はい、あの、そうなんです、あの、2つ前のね、あのアーカイブで報告させてもらったんですけど、翼をね、ようやくゲットすることができまして、はい、あのドラゴンが取ってます。ノルウェーリッチを今あの育てているところです。はい、あのね、ノルウェーリッチをね取ったからね、同盟総動員がクリアしやすくてね、すげー助かっている。はい、そんなところで、皆さんね、ナポレオンイベントどんな感じですかね。1個前のね、イベントでナポレオンイベントの、解説みたいなのね、ちょっと しましたと。で、このね、要塞ピラミッドのイベントですね。このイベントね、なかなかえぐくて、レベル5のね、ピラミッドが結構強くて倒すの難しいですと。なので、ただね、レベル4だけ倒してると、期間中に、このイベントね、10日間しかないんで、期間中に全部、レベル4だと、5億ポイントいかないんですよ。だから確実にレベル4を攻略しつつ、レベル5のラリーに乗ったりとかして稼がなきゃいけなくて、私ね、なんとか今、まあ、今日の、次のリセットでね、折り返しだと思うんですけど、もう、2億9000万ポイントあるので、一応5億はね、もうほぼ確定しているんですけども、まあ、ここからね、ちゃんと4億、レベル4をね、攻略していかなきゃいけないんですけれども、なかなかね、大変なイベントですね。はい。まあ、ただね、うちのサーバー、思いのほかサブアカゲーミングじゃないなと思っています。もうちょっとね、サブアカが暴れるのかな、みたいな。そう、K1 とかでね、レイド組んで、サブアカにレイド組ませて、そこに参加して、レベル5のポイントこっそり持ってくっていうことがね、やれるので、まあ、なんかね、それをやってないと成立しなそうな上位陣ではあるんですけど、まあ、思ったよりはポイントなだらかだなっていう。同盟スコアランキングがね、ちょっと厳しいですね。序盤まで1位だったんですけど、抜かれちゃいましたね。まあ、上のね、この SNG さんのね、1位と3位がね、この2人で、私の3倍以上あるんで、そりゃそうだわって感じなんですけど、はい、ぶっ壊れゲーミングでございます。まあね、まあ同盟ランキングリワード、1位だと、まあ、要塞ピラミッドもらえますけど、別にこれ多分大したあれじゃなくて、このかけら次戦箱制服ね、これがめちゃくちゃ重要で、これがね、1個でも手に入るんで、嬉しいです。はい、まあさすがに2以上は硬いでしょうということでね、引き続き頑張っていこうと思います。ペソンペソンさん、ジャルさんのサーバースコア高い、私 6.5 億で現在1位です。おお、すごい、 6.5 億すごいな。いやー、まあ、この2人はね、多分あれなんですよ、札束アタックもしてると思うので、はい、札束アタックで、召喚して、それを同盟員に、レイド組んでもらって、で、攻略してるっていうんじゃないかなってちょっと思ってはいるんですよね。はい。このお二人はね、この階級ランキングでもね、1位と3位なんで、はい。あ、ね、圧倒的資金力が違いますね。あ、なんか、要塞ピラミッドのレイドが組まれている。
まだ枠がある。まだ枠がある。参加しよう。騎兵と歩兵。要塞ピラミッド、何で出すのがいいんでしょうね。なんか、騎兵かと思いつつ、でも、レベル14の騎兵が十分にいれば、T13 って別に、なんというか、攻撃に参加することなく先に倒しきる気がするんで、別に何出してもいいんじゃないかなみたいなのを思って、結構歩兵を出しているんですけど、まあでもね、結構死んだりしてるんですけど、でもそう、歩兵はね、ちょっと殺したくて、そう、歩兵をね歩兵を病院で回復させて、食料のね消費をやりたいんですよ。そう、食料がねいつもねなかなか消費できなくて困ってるんですけども、今優先的に歩兵が死ぬようにね組んでいるので、今後ね建設がなっても、その先にその食料だけ足らないってならないように、歩兵をねひたすら殺しにかかってるんですけれども、何がいいのだろうか。富山さん、ハネジャルは久々にアーカイブじゃなくて見ることができた。ハネジャルはついに新しいのが出てきた。ありがとうございます。ティッシュさん、こんばんは。うちのサーバーのレッツハブワンやめたみたいです。わからない。わからないネタだけど、そうなんですね。なんか、今日 X でも強い人が辞めちゃったっていう話を見たな。まあいろいろねサーバー事情がありますよね。あー、伴侶の縁起物が取れてない。さてさて、ナポレオンイベント、まあちょっとヘリテージの前にもうちょっと、ナポレオンの生徒ね、これ皆さん毎日100でしたね、大砲。まあそりゃそっかっていう感じで100ね速攻集まったんで、これ毎日100をこの王冠でね交換しなきゃいけないイベントでしたね。王冠が毎日もらえますと。で、王冠ね分かりづらいんですけれども、この引き返すとあの一番下、あ、長谷川さんこんばんは、コメントありがとうございます。はい、引き返しストアのね一番下のところまで行くと、まあいろいろねこの王冠で交換できるやつがありますということで、これ多分期間中全部毎日王冠取れる感じですね。選ぶならこれがいいんじゃないかみたいなこと言ってましたけど、関係ないですね。全部王冠しっかり毎日やってれば全部交換できるということでした。レボリューションスクエアの執行台、はい、残りのね交換チャンスが5と1ってなってて、イベント期間6日とちょっとなので、はい、ちょうど毎日全部やると全部アイテムが取れるっていうことみたいですね。 OKOK で、このねポイントが、一定数いくとこのストーリーがね進むみたいな感じになっていて、皆さんも多分取ってるかと思うんですけど、このねなんかストーリーを一番下まで読むと、まあ、ここのアイテムからリワードがもらえると。で、これ何リワードもらったかがね絶妙に分かりづらくて、まあ何かしらいいのをねもらってるんでしょうという感じです。で、一応なんかねこのエジプトっぽい場所に行くとピラミッドうんちゃらとか書いてあって、要塞ピラミッドがねストーリーと一応ひもづいてるんだなみたいなのが分かったりしますと、はい、このね要塞ピラミッドはね非常に評判が悪いですね。そのピラミッドのいいところって強さ関係なく、別にあんまり強くなくても5億狙えたりした感じですけれども、今回のやつってねレベル5を攻略できないと結構きつかったりだとか、サブアカがないと厳しかったりだとかいうのがねあったりするっていうので、なかなかね評判が良くないですね。私もなんか、いやー、私はね悩ましくて、チャレンジ回数が少ないのは幸せなんですよね。ピラミッド、まあ、ピラミッドでまあまあストレスが溜まるので、うん、まあなんかみたいな。バーブが思考でございます。富山さん、宝探しはまともに進められてるとは思わないです。宝探し、あー、これか、
戦いの宝探しね。これがですね、そう、今日はちょっとこれをね、やっていこうかなと思いますと。そう、まずね、まず一番最初に確認しなきゃいけないのはマーケットなんですよね。マーケットを確認しなきゃいけないです。はい、これマーケットを見てもらうと分かると思うんですけど、このね、レベル4のアイテムが必要なんですよね。もうどれ、全部そうです。全部、リワードと引き換えをするためには、レベル4にしなきゃいけないので、このね、アイテムをレベル1からどんどん立てて、レベル4にしなきゃいけませんと。ただ、これも結構大変で、レベル1同士をくっつけるとレベル2、レベル2同士をくっつけるとレベル3みたいな、まあ、よくあるね、素材の合成と一緒ですね。レベル4を作るためにはレベル3を合成しなきゃいけなくて、じゃあどうやってやるのが効率的なのかなみたいなところを、考えましたっていうのが今回になってますと。富山さん、要塞ピラミッド、ゴジライベントにつながるのか。新作ゴジラ×コングの新作でピラミッドがポイントになると。え、そうなの？ そうなんですか？ いや、ゴジラね、そろそろ来てもいいと思うんだけどな。はい。ということで、このね、レベル1から4に育てなきゃいけません。で、まあ、だからマーケットで先に何交換したいかっていうのを狙いを定めなきゃいけなくて、まあ、基本的に、この必要アイテム数が多いのって、まあ、無理なんですよ。とりあえず無課金では目指せないので、ギリギリ狙えてこの2個ずつみたいなやつだと思うんですけれども、これも正直厳しいかなっていう感じ。現実的なのはレベル4を1個交換か、レベル4、2つの交換かみたいなところで、私はこのね、戦績の宝石が欲しくて、これをね、交換したいなと思って、このドレスとこの王冠みたいなのをね、作っていきたいなみたいな風には考えていますと。はい。でね、という中で、これですね。本日の氷の贈呈回数みたいな感じになってますけれども、これが、フレントなのかな？はい。送り合うことができますと。ただね、私ね、2回ぐらいもらったんですけど、誰からもらった？あ、そう。このね、右上の、贈呈ジャーナルっていうところを見るとね、誰かがくれたってのはわかるんで、ラリーさんね、誰かあんまり覚えてないんですけど、そう、アーチさんがね、くれてますね。まあ、こういうのね、もらったら、自分がいらないやつをね、あげられるんだったら、お返しするっていうのがね、いいのかなと思いつつ、基本的にはね、ください、くださいって助けをね、呼んどくのがいいのかなっていう感じはしますと。で、あとは次は何引くかですね。あ、何引くかの前に、私、今日、まだ145にしてないから、145にしなきゃダメだ。活躍度、まだ。そうだよね。将軍の強化やろう。ティッシュさん、文明の夜明け 夜明けで今31まで来たんで、50の行軍エフェクトは永久に使えるやつですか？あ、永久だと思いますよ。行軍エフェクトは、特に、なんていうか、期間限定っていうのはなかったと思います。はい。私、昔、セイレーンのやつとか取りましたけど、セイレーンのやつもずっと使えてるんで、特段気にせずずっと使えるやつだと思います。はい、そうそう、過去にね、ナサニエルもちょっと前に取ったんで、はい、正確にはとこういういいのが出るまでぶん回して頑張ってゲットしたんで、はい、ナサニエルね、マジで最高です。あのお腹いいナサニエルで出撃する。ティッシュさん、レベル足りない分は、1レベルアップ1万400、1万400ジェム払ってても50目指します。なんと。富山さん、女神像に貯めてて速攻でゲットしました。
私もね、女神像を貯めてたんですけど、なんで闇市で200回買い物するがめちゃくちゃだるいじゃないですか。私、王の花道の5日目でまた出てくるんですよ。闇市で100回買えみたいな。だからそれと合わせて、王の花道の5日目までに、100クリアして、残りの100回を王の花道と同時にクリアするみたいなね、プランでやってます。いつもそんな感じでやってますかね。あ、145いかない。145いかない。まあ、いっか、別に今すぐ使わないし、宝探しの巻物はね、1日3つ手に入ります。あ、ノイノイさん、コメントありがとうございます。こんばんは。ここ数回ライブ配信見逃してました。遅くなりましたが、翼獲得おめでとうございます。あ、ありがとうございます。コメントありがとうございます。はい、なんとかゲットすることができました。次は王を目指して頑張ります。早くテーベをゲットしたいぜ。テーベをゲットしたら、この防衛官についてるゴジラとはおさらばなんだ。テーベにするんだ俺は。まあいいや。そう、境の宝探し、こっちに戻ってくると、これね、まあ、ここになんか、タイルみたいになってますけど、これがね、いわゆるバックだそうですと。で、これをね、こうやってスライドすることができるんですけど、これがね、同じレベルだったら合成されて、レベルが1上がるんですよ。はい、今ね、同じレベルのやつがないので、まあ、これからね、引いていこうと思うんですけれども、この引き方がね、1つずつやるか、一気に4つ使うかの2パターンありまして、で、それがね、結構特殊で、1個ずつで消費するのは、もう絶対にレベル1しか出ません。ただ、2.32%、合計で、まあ、7%ぐらいですね。7%ぐらいの確率でイベントが起きるんですよ。このイベントがえぐいですよ。はい。このイベントがえぐくて、レベル、あ、1個ずつのやつだと、砂金襲来と贅沢な御石、埃まみれの宝箱っていうね、この3種類になってるんですけれども、はい、この砂金襲来っていうのが、バッグの中のすべてのヘリテージはランダムな種類とランダムなレベルで更新されますということで、で、今私だったらこの5つのやつが、種類もレベルも入れ替わるぜっていうやつみたいですと。で、次、潤沢な岬。岬なのか？潤沢な岬。これはバッグの中の1つのヘリテージがランダムなヘリテージになり、レベルが1が上がりますということで、まあ、どれか1個がね、変わってレベルも1上がりますみたいな感じですと。だね、ちょっとしょぼいですよね。で、埃まみれの宝箱。はい、埃まみれの宝箱はバックがいっぱいになるまでランダムでレベルヘリテージを獲得しますということで、私の場合だったら、もしね、今これの2%を引いたら、全部バーって、今この17個空いてるんですけど、これがレベル1で埋まります。で、これね、1つ商品のやつはそうなんですけど、今度4つ商品の方、4つの商品の方は、これね、めっちゃ書いてあるんですけど、これ結局、何かっていうと、一気に4つ消費すると、レベル1じゃなくて、いきなりレベル4が出たりしますと。だから1からレベル4までランダムに出ますと。むしろ、レベル1が出る確率って3.39%。まあ、4つあるんでね。4種類あるんで、13%、14%ぐらいなんですけど、基本的にレベル1あんま出ませんと。で、イベントがこっちもあって、これが9%ありますと。これが、砂嵐襲来、秘蔵の宝箱、秘宝の部屋。これがえぐくて、
これがえぐいんですよ、これが。はい。砂嵐襲来、襲来。バッグの中のすべてのヘリテージはランダムな種類と、2以上のレベルで更新されますということで、ここにね、ある5つのやつが、入れ替わるし、レベルが2個上がりますと。で、秘蔵の宝箱、バッグの中のすべてのヘリテージがランダムなヘリテージになり、レベルが1上がりますと。はい、これもね、バッグが埋まってれば埋まってるほど、たくさんレベルが上がりますと。で、秘宝の部屋、これがやばいですね。バッグがいっぱいになるまでランダムでヘリテージを獲得しますということで、これね、さっきのやつは埃まみれの宝箱ってやつは、このね、余ってる17個がレベル1で埋まりますよなんですけど、一気に4つ消費の方だと、もういろんなランダムなレベルで上がりますということで、あひかさん4の方がギャンブル性あって楽しいですよ。コンジャルは、あ、コメントありがとうございます。はい、そうなんです。私も今日そう紹介しようと思ったのは、レベル1確定のやつを引くより4つ貯めて4つを消費していく方が、多分期待値が高いですよという話をしようと思っていました。どっちみちね、いいアイテムが取れない可能性が結構高い、なかなかね大変なイベントだと思いますと。 だとしたら大当たりを引いた時に激強い方を選択した方がいいので、はい、ね、これいきなりてかね、レベル1をゲットする確率が 12% 違う、嘘ついた、3412で 14% か、 14% ぐらいしかレベル1取る確率ないので、はい、大体はね、得するはずなんですよ。で、大当たり引いた時に激強なので、基本的にはね、レベル4を取るのがおすすめでございます。あ、なんか誰かがくれた、グリモさんがくれた、わーい。はい、今ね、なんか運よくいただいたので、あ、これね、今レベル1の服ですね。レベル1の服があるので、レベルの1をねこうやって合成するとこんな感じでレベルになりますと。で、今レベル2がね、今2つあるのでレベル3に上げられるんですけど、なんか全部のレベルが1上がりますみたいなのがあるっぽいので、ちょっとね、もったいないからこれはこのままにしとこうかなと思いますと。ということで、今ねちょうど巻物が4つ溜まってるんで、この宝探しの巻物4の方をねやっていこうかなと思います。ということで、あー残念、これは王冠は、あ、でもレベル3の王冠が一発でゲットできてるからいいですね。そう、これもし1の方でやってたとして、王冠を4つ取ったとしても結局レベル1なんで、1224だから一緒ですね。こっちで引いた時のと同じぐらいの、効果でしたね。はい、十分十分ということで、あ、王冠、じゃあこれ私確定したじゃん。これ確定したけどさ、これ交換しちゃっていいのかな、なんか損する気がするな。どうなんだろう、じゃあ取っとこうかな。まだここね埋めといて、イベントが来てレベルが上がったら、レベル4が一気に2つになるから、これ合成しないで取っといた方がいいよな。レベル4にしないで取っとく方がね賢い気がする。はい、ということで王冠が確定しました。で、服も今レベル3が確定しているので、あとちょっとでね、王冠と服のセットができそうなので、このね戦績の宝石なんとか なんとかなりそうな感じがしますね。わーい、これ送ったら送った分だけのバッグってくれるのかな、なんか送るといいことあんのかな、そこだけよくわかんないですね。残り贈呈回数、送ってなんか得するかどうかは書いてないな、わかんないや、まあいいか。あ、ごめんなさい、コメント見逃しちゃいました。
エブさん、王冠はイベント終了後も消えないとあります。今後も別イベントで使用できる可能性あって取っておいた方がいいのでしょうか。それはわからないですが、なんというか、もしかしたらというか、このナポレオンのコラボイベントってゴジラとかのイベントと同じでまた来る可能性はあるとは思いますと。でそういう時に使えるかもしれないんですけれども、なんというか、そこまで取っといて得するかどうかは、断言ができないですと。平気でね、価値が下がってる可能性があるので、基本的にはもらえるリワードは今もらえる方が得なんじゃないかなと思います。なんか温めておいて得するかどうかは断言ができないので、はい、取っておいた方がいいかどうかは、むしろこの王冠で交換できるものの種類を考える限り別に得はしそうにないかなって思っちゃいますね。そもそもがね、この王冠って期間中毎回交換できるっていう、 なんていうか配ってるようなイベントだと思うので、あんまり得しないかなって思っちゃいます。まあ断言はできないですけれども、はい、あんまりこうなんか残しとく価値は低そうだなっていう風に推測しますね。富山さん、要塞ピラミッドはバーブと同様病院メタリ女神像に利用しています。あ、そうですね要塞ピラミッドは便利ですね。殴っても勝たなければ負ける分にはこのチャレンジ回数別に消費しないので、はい、わざとねレベル5とか4に T1 を突っ込ませて傷を作るっていうのは余裕でねやれるので、楽ですよね。その意味ではバーブに近いですよね。バーブもPVP に見せかけてモンスターみたいなね死に方するんで楽ですよね。さてさて、はい、そんなところで、ちなみにヘリテージ、タイトルにも書いたんですけど、このね境の宝探しイベント、ヘリテージって書いてあるじゃないですか。これヘリテージってなんだろうと思っていたんですけど、これ英語版にするとアンティークなんですよ。ヘリテージの部分アンティークってなってて、アンティークの方が分かりません？カタカナでアンティークにしてくれればなんとなくなんか感覚がつかめるんですけど、ヘリテージってなんでヘリテージって略なんだろうな。ヘリテージなんてなんか聞いたことないけどって思ったんですけど、はい、これね英語版で起動するとアンティークっていう風になっていました。はい、ということで今日のねタイトル、アンティークがヘリテージなのはどういうことっていうのはそういうことでして、はい、ヘリテージって書いてありますけど、これはもうアンティークだそうです。アンティークって言われるとね、剣とか食器とか服とか王冠みたいなのがねイメージつくかなと思います。はい、ということで、このねこのイベントパッと見レベル1の方が引ける回数が多いから得しそうな気もするんですけれども、大当たりを引いた時の、効果が絶大なので、基本的に個人的には、4つ消費のこっちを、ね、狙っていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、ただね、イベント期間がもう残り6日とちょっとしかないので、6日と今日の分しかないので、まあ、それにね合う形でやっていく必要があります。何せ1日で3つしかゲットできないんでね、はい、うまく帳尻を合わせて最終日にしっかりこのリワードを交換していくっていうのがいいと思います。ティッシュさん、最近強い将軍入手しないしやすいですね。愛人ポイントでルイ9世に対リクソンが手に入りました。それは別に最近じゃないですね。エボニーは定期的にこの名称召喚みたいな感じで出やすい召喚ちょうど来た定期的に出やすい確率が操作されてまして、今ねちょうどナポレオン、リクソン、レイモンド、ルイ9世が出やすくなってるんですよね。だから確率通りに引けてる感じですね。はい、前のパラスとかの時はパラスが出やすいとか、しっかりなんていうんでしょう、ピックアップしている将軍がね出やすいような感じでいじっているんですよ。
ということで、今出てる将軍が気に食わないときは、取っておいて、次のタイミングに引くなんていうね、ことも可能なわけです。はい、私なんかそれでなんかやった気がします。富山さん、バイキング同盟チャレンジでしょうか。ああ、そう、ありがとうございます。そうです、そうです。今ちょうどね、赤枠になったんですけど、今日はね、これがあるから確実に気づける。イエーイ、ナサニエル。はい、今日はね、火曜日なんで、この軍隊の招集の5日目、大規模攻撃のね、攻略をね、やってくれる日なので、そう、私ね、同盟の場所に援軍を入れてまして、助かる？よしよし。お、これ敵兵の撃退でちょうど、わーい。わーい、偉大な将軍宝箱。これそうだ、時間のやつ。あ、時間のやつ取ってた。オッケーオッケー。おしょうさん、こんばんは。こんばんは。コメントありがとうございます。富山さん、同盟ボスのチェックしなくて、今回うちの同盟はなしです。ああ、うちもね、一回それやっちゃったんですよ。これさ、気づかないですよね。ちゃんと選択しとかないと、出し忘れるっていうね。はい、うちは今、今日はレベル3のやつが出てますね。いや、あれ、えぐいよな。あ、そうだ。今ね、同盟総動員、戦力を 25M 点アップする。これをね、選んでいて、私ね、このためにいっぱい殺しておいたんですよ。だからそう、回復をしようと思って。はい、ちょうどね、今日、戦力向上なので、わーい、回復するぞ。そう、これでね、回復スピードアップも使って、クエストもね、しっかり、リワードゲットしつつ、戦力もアップして、これで今戦力がめっちゃ上がったから、きっと同盟総動員も、あ、まだだった。まだでした。いいか、これ全部回復しよう。クレイジーエッグ忘れてた。まだ割れない。まあいいか。はい。そう、このね、回復をうまく使って、このね、同盟総動員の戦力アップクリアしていこうかなと。あとね、戦力アップの時に、おすすめなのはこの罠ですね。罠もポイント効率がいいんで結構上がるんですよね。はい、あー、でも食料を使いたいけど、今食料溜まってないから、また後でやろう。よしよし。キミさん、羽ジャルはです。羽ジャルはまた来た。今、ジャルさんの真似して、私も宝探しの負け物を開けたんですが、急に宝箱がブルブル増え出したと思ったら、初めから2ページ、全部のマスが宝で埋まってしまいました。レベルの高い宝箱が当たったってことなんでしょうか。え、すごい、おめでとうございます。はい、それはですね、これです。大当たりを引いたやつです。どっち引いたんだろう、宝探しの負け物。全部のマスが宝箱で埋まったっていうことは、あれです、このほこりまみれのなんちゃらか、この秘宝の部屋のどっちかをね、ゲットしたんだと思います。2%か3%なので、めっちゃ大当たりを引いてます。はい、レベルの高い宝箱っていうか、そう、レベルの高いイベントを引き当てた感じですね。いや、それは素晴らしい、おめでとうございます。 そう、このね、大当たりを引いた時がめちゃくちゃ美味しいんで、そう、レベル1でね、埋まるのも、まあもちろん嬉しいんですけど、それよりもね、ランダムでゲットできる方がね、多分レベル2以上も出るから、絶対こっちの方が得だと思うんですよね、秘宝の部屋。はい、なので月見さんはね、大当たりを引いてます。はい、この大当たりので、バッグの中全部埋まりますっていうやつがね、存在するので、はい、このどっちかをね、引いたんだと思います。素晴らしいです、おめでとうございます。
そう、期間中にそれを1回でも弾けると、多分ね、だいぶ 暑いですね。すいません、咳が止まらず。いや、先週ね、ちょっと良くなってたんですけどね、土曜日に麻雀をしたんですけど、麻雀でね、めっちゃ、やっぱみんなタバコを吸ってるので、私はタバコ吸わないんですけど、タバコの煙にやられましたね。一気になんか喉がまた悪くなって。麻雀は好きなんですけど、タバコは好きじゃないな、みたいな。よし。バイキング終わったら同盟ボスラリーやりますか。いいですね。私は T14 がないんで。そう、早くね、T14 作りたいんですよ。今ね、酒場を今必死に上げてて、馬小屋をね、35にするために、酒場をね、レベル35にしなきゃいけないんですよ、先に。ということで、今、レベル30に上げようとしてるんですけど、まだね、王の対決の建設が来てないので、まだ上げれてないんですよね。王の対決の建設が来たら、もう、酒場を一気に35まで上げて、馬小屋も35に上げて、で、このね、城壁に着手して、今回はね、5B 達成で終了しようかな、みたいに思っています。はい。そのところで、ちょうどね、食料、木材、石材、鉱石、ギリギリ、5B ちょっとはみ出すぐらいでね、終わるかなっていう感じ。で、スピードアップと建築スピードアップ。スピードアップはね、いくらでもやりようがありますし、建築スピードはそもそもね、1.8M 持ってなくて、期間中稼いでなんとかギリギリ1.8達成できるかな、みたいな感じ。火薬スピードアップはね、もう、たくさん無駄遣いをしたので、あとちょっと、あとちょっとじゃないですけどね、こっからが長いんですけど、1.1M ですが、まあ、BOG とか BOT があるので、まあ、戦場で達成しそうな感じがしますね。まあ、あんまり無駄に回復するのは良くないですけれども、騎兵以外回復しとけば基本的にはポジティブポイントを取れるんで、うまいことね、まあ、使いすぎない程度に、3.5M 達成して、リワードゲットしようかなって思っています。はい。何の話したっけ？話したっけ？そろそろ？あ、まだまさか、まだあった。はい。ということで、ナポレオン系のところはね、もう基本的には、もう、帝国の志士、私はもう引き切って、当然当たらなかったんで、なしですし、ナポレオンの秘蔵をね、引き返すとは、まだ引き換えてないんですけれども。これなんかね、数字バグってるよな。数字バグってるんですけれども、まあ、これもね、別に今、急いで引くものではないかなというところで、最終日にね、一気に引こうかなって考えています。はい。で、この突破大仏同盟、これね、はい、こいつ、スムースボアを落としてくれるくんでしたね。このスムースボアは、いつもの、この祝福系のやつで、これ結構いいんですよ。こんな感じで、なんか、ペンタゴンみたいなね、白になって、なんかめっちゃ撃たれてるんですけれども。はい。後ろにね、フランスかなんかの国旗みたいになって。はい。面白いですね。いつもの祝福のシリーズでした。はい。で、これで落とす宝箱は、まあまあですかね。はい。めちゃくちゃいいってことじゃないけど、別悪くないみたいな。はい。なかなかなので、これね、出してくれてる人がいて、レイドとかあったらね、ぜひ積極的に参加していいかなっていう感じがしますね。ほい。あとこれ。王冠で交換したやつ、聖戦ギフトボックス。これね、これが嬉しいですね。これも地味に、もういいのしか入ってない。いいのしか入ってない。嬉しい。あとなんかね、マスク配られましたね。マスクもこれなんか15%で、この歴史の名称引き返しのかけらがもらえるらしいですけど、こういうのね、引けない気がするよね。当然の強化石。
はい、まあそんな感じで。あ、もう増援する必要がないから返そう。あ、やべえ、最終が終わっちゃう。最終が終わっちゃう。同盟総動員で食料の、あ、食料の最終のクエストがなくなってる。じゃあ関係ないや。じゃあ別に急いでクリアしなくていいや。そう、大体ね、資源採集と合わせて、このね、資源採集のクエストがあるので、今はないんですけど、ちょっと前までね、資源採集、食料の資源採集があったんですけど、なくなっちゃった。先取りがね、正しいとは思うんですけど、私、それよりも、クリアしやすそうなやつをね、先にゲットしちゃったんで、後回しにしちゃいました。まあまあ、別にいっか。はい。これね、同盟総動員ね、今回もエピックやっていってますということで、私ね、今、1回だけ200取っちゃったんですけど、基本は240にこだわって今やっていますと。はい。200はね、2回だけ取っていいんですよね。202回と、残り20回を、全部240にすると、綺麗にね、個人スコアリワード、5200、確かいくんですよ。で、そうするとね、3つ、エピックがゲットできますんで、はい、これをね、楽しみに今やっています。ティッシュさん、先日のサーバー戦争で敵サーバー内でゴースト中に攻撃されたんですが、レポート見るとこちらの部隊員数0、防衛官2人死亡、続襲都市の戦車3万5000出てます。じゃあ、これって悪いですか？悪いです。悪いです。それ、つまり、蘇生の石が必要な、蘇生の石とか、生き返すのに時間かかっちゃってるので、ゴーストしてるときは、属州都市の防衛をしちゃダメですね。この自動で他の都市のために戦うっていう、このチェックを外さないとダメです。ゴーストをするときは。はい、ゴーストをするときは、基本的には、このチェックボックスを外す。と、防衛感をつけてちゃいけないですね。基本的に死んじゃうんで。基本的にじゃないです。絶対死ぬので、そう、ただ死にしちゃうので、防衛感をつける意味がないんですよね。なんか、レベル1とかで、なんていうか、ゾンビのように使えるなら、まあ別にいいかもしれないんですけど、基本的には防衛感、ゴースト中は防衛感つけないのが正しいやり方かなと思います。わーい。わーい。わーい。ナサニエル。ナサニエル。いたいたいた。いや、ほんとね、ナサニエル最高すぎてね、もっと欲しい。よいしょ、よいしょ、ジョンフォード。バイバルス。ティッシュさん、なるほど。援軍を受けるにはチェックを入れたままで良いでしょうか？そうです、そうです。援軍を受けるときには、はい、チェックをつけるのが、チェックをつけてると、属州としても援軍としてね、入ってきますと。ただまあ、なんていうか、ゴーストするプレイヤーの場合、わざわざ援軍追加することないかなとは思うので、ずっとチェック外していいかなって思っちゃいますね。私は基本的にずっとチェックつけてなかったですね。で、防衛できる、なんでしょう、城が防衛できるように育ったら、このチェックをね、つけるようにしたんですけど、基本的には、受ける防衛って多分なくて、ゴーストで稼ぐ方がいいかなとは思うので、はい、チェックをね、つける必要はないかなって感じがします。ほいほい。さてさて。お、農場。いっぱい回収した、嬉しい。さあ、食料が増えたんで、食料が増えたんで、建設をしよう。そう、食料をね、いっぱい消費しないといけないから。でね、スピードアップもいっぱい消費しなきゃいけないから。わーい。そう、罠はね、効率がいいんですよ。資源に、兵士よりも、
少ない資源で戦力がめっちゃ上がるんで、そう、これ戦力80とか上がるんですよね。なので、そう、私ね、今回王の対決戦力向上点数高いのは罠をめっちゃ作ったからです。はい、罠をめっちゃ作ったんで上がってます。この2位の人は昨日のモンハンぶっちぎりの1位でしたね。いつもぶっ壊れてるぐらい狩りをしてます。はい、私の、この5位に位置しているのは基本的には罠です。罠と、あと無理やり殺しといたやつを生き返らせまくって稼ぎました。はい、そう、戦力のね増加に対して掛け2でどんどんポイントが入るんですけれども、そう、戦力80を増やすために資源がね 3K3K9K っていう兵隊の場合は必要なんですけれども、ほぼ同様80を増やすやつに 3.6K1.8K1.8K ということで3分の1近い感じのね資源効率で作れるんですよね。そう、だから前からおすすめしてるんですけど、そう、戦力を上げるときには罠を作った方がおすすめですと。で、結局ね、軍隊の召集で今罠を作れっていうねクエストがあると思うんで、はいはい、っていうことでこれで楽々達成ですという感じですね。わーい、あれあれ、食料レベル16 14.3M プラス 19.3M 22M、 そうだよな、今一気に 22M 増えてたもんな。16の農場を 22M かける2の44だから、あとレベル15、うん、そうですね、レベル16、レベル16、レベル14みたいな感じでタイルに出せば240ポイントの資源採集も余裕でクリアできそうだな。はい、戦力がまだ、15M なんで後で回復しよう。あ、バイキングの王バイキングの王、そう、強制労働もね今 1.5、1.4、1.4、1.4 だったから、まあ 6M ないぐらいか。そう、この240ポイントの同盟総動員のクエストで強制労働で 12M 稼ぐみたいなやつがあるんですよね。私今それ効率が悪いですけど、次 K36 にして生産施設のレベルを上げたら多分効率が良くなりますね。6時間受注して即やっての6時間で多分達成ができる計算かな。うん、6時間待てばいいだけだからすごく楽ですね。そう、だんだんね240をクリアするのが楽なのが増えてきて非常に良いですね。戦力というか城のレベルを上げてよかったなっていう、稼ぎやすくなってきてよくできてる、よくできてるわ。はい、あとね、ナポレオンイベント系のところで何かあったかな。特にこれなんだ、あ、これさっきと同じような感じだ。あ、またなんかナポレオンギフトが、これなんだっけ、 1M ゴールドが当たったんだ。全然嬉しくなかったやつだ。そうだそうだ。はい、ナポレオンイベントはね、パッと見イベントが多そうなんですけど、その実多分そんなにやることないので、はい、これだけですね。やっぱ要塞ピラミッドをねみんな頑張って攻略しましょうっていうゲームだと思います。はい、あとね、これね、トゥローン攻撃戦のね、このリワード、私運よく3000ポイント以上稼ぐことができたんで、エピックの引き返しをねゲットすることができました。あ、これまだ引いてないから引こう。
そうだよな、うん、それぐらいしかないよな。そう、なんかね、7周年イベントっていう割にはなんかあんまりお祭り感がなくて、これ本当にこれだけなのかな、本当にこれだけなのかな。なんかね、去年の6周年イベントはだいぶキラキラしてたんですよ。なんかね、みんなから絵を募集したりとかなんかいろいろやってたんですけど、今回なんかすごいさらっとしてて、なんでなんだろうな。もしかしたらこのトゥーロン後遺戦と合わせてなんかあのイベント始まるかもしれないので、次のね金曜日にまた何かがあるかもしれないんですけれども、なんかそんな盛り上がってる感じがなんかあんまりないイベントだなって感じがしています。ティッシュさん、最近また設定更新したら君主の顔が変わったんですが、なんか違和感が。あ、そうでしたね。あ、なんかこれ話題に出すの忘れていたわ。はい、君主のね顔がいつでしたっけ、7月ぐらいでしたっけ、解約事件ね。はい、特にね日本系の将軍がめちゃくちゃ悪い感じになっていて、もうすげえみんな不満がね多かったみたいなんですけど、今回は全体的にいい方に変わったかなとは思います。はい、まあ違和感はねもう最初のうちはしょうがないとは思います。はい、なんかこいつとか投資に上がったなとか思いますし、はい、私はね普段使ってるこいつがちょっと凛々しくなったんでね、嬉しく思ってます。この辺とかは変わってないか。これどこで撮るんだろうな。もういつの間にか増えてたんだけど、なんかどこかで撮れるやつ見た覚えがないんだよな。この辺は別関係ないですね。はい、通常のね将軍のやつがはい、みんな変わりましてっていうことで、はい、前の時とそのまんまのものもあれば、はい、前の時とこの辺はね変わってないですね。でも日本のやつとかはちょっといい感じになったりとか、であとは対象じゃなかったヨーロッパとか韓国かなが今回ね入ってなんで、全体的にね全部更新されたっていう感じですかね。はい、やっぱねあまりに前回のやつは解約だったので、今回はねまあまあまあいい感じになったのかなって感じがします。月見さん、私はアラブの美少年になっていました。あ、こいつですね。はい、こいつねなんかすごい子供っぽかったのに、なんかいい感じの青年になりましたね。アラジン感が増したと思います。おお、倒した。まあ運営も飽きさせないようにいろいろ試行錯誤してるんでしょうな。まあそうですね。はい、ちょっとずついろいろ手をね加えている感じがするので、ね、いつの間にか宝箱を開いた時の演出もちょっとだけ早くなったりとかね、UI の改善をしたり、まあなんかねそういうなんていうかいろいろをやってね、なんか知んないけど同盟投資がねなくなってしまったりとか、今ね Facebook 連携でのアカウント切り替えみたいなのができないっていうね問題も起こっているようでして、はい、なぜこんなところに問題が起きるのかっていう感じがするんですけれども、これどっちなんだろうな。問題は Facebook との連携に問題があるのか、エボニーの問題なのか Facebook の問題なのか、ようわからんですけど、私アカウント切り替えしないから関係なかったんですけど、これ結構ね食らってる人が多いと思うので。あ、なんか珍しくなんかいいねの方が多いな。はい、でね、いつもの保証ね、保証セットいつもと一緒ですね。あ、なんか舞台がなんか全然いないの、なんかもったいないからなんか適当出しとこう。はい、行軍姉余らせてんのすごくもったいないなと思っちゃうんで、
かといってね、土地に出しても多分、配信終わった後に旅に出るので、レベル4探しの旅に出るので、ちょっとね、タイルには出す気がしなかったので、まあこれで良いでしょう。あ、食料、そうか、食料また増えたから、やったー、作るぞ。食料消費するんだ、私は。計画的に、ね、食料を消費しないと、本当にね、全然、この激突イベントでね、大変になっちゃうんで、歩兵だけたくさん作りまくることになっちゃうんでね。月見さん、私がゲームを始めた年の周年記念は100円パッケージっていうのが売りに出されてて初めて課金しました。あ、そうなんですね。まあ正しい運営の戦略ですよね。敷居が低いところからね、やらせて安いよっていう最初のねハードルをね超えさせるっていうね、素晴らしい戦略ですね。よしよし。お、レベル T 順、あ、T 順に出しちゃってる人がいる。こういうのね、ちゃんと ACU をね、見なくても気づいてくれって感じなんだけれどな。はい、みんな気をつけて。気をつけてほしい。さてさて、あとなんか何話そうとしたんだっけな。まあ、イベント系のところはね、よし。はい、いつも通りな感じかな。超お得な育成。ね、あ、私、49に下がっちゃった。引き続き上げよう。これもね、同盟総動員でドラゴンを育成しろみたいなやつがね、クエストで出てくるんですよ。だからそれと合わせてね、ジェムを使いながら餌をあげるっていうのもね、悪くない選択肢なのでね、いいですね。あとは同盟総動員のクエストで神獣にペガサスに餌を与えろとか、ソウルじゃないやつに20万餌を与えろみたいなやつがねあるんで、そう、それに向けてね貯めていたので、はい、あと1回240ポイントクリアできる感じかな。だね、なかなか240ポイントゲットできなくて、まあというかやっぱね、うちのメンバーもガチ勢しっかりやる勢が結構いらっしゃるので、取り合いになるんですよね、序盤は。なのでね、どんどん卒業者が増えるといいかなと思ってます。あ、もうレインボーさん勝ち確ですね。この人あれだね、すべてを240で取ってるね。レインボーさんやるな。はい、勝ち確ですね。5040ということで、次1回受注して200ポイントどころか170ポイントでもクリアできるのでいい感じですね。はい、私もあと1回だけ200取ってもいいんですけど、基本的には240で、クリアしていこうかなと思います。同盟総動員もね、もう始まって1日丸1日経過したんですけどね、参加者43人しかいないんですよね。120人の同盟なのに、こんなに頻繁に更新してるのに、なんかやってほしいなと。結構ね、ルーレットとか残したりしてるんですけどね、ルーレットとかね、一瞬でクリアできるからね、なんていうか、強い弱い関係ないはずなんだよな。はい、これね、参加してくれないとね、同盟スコアリワード、あ、違う、同盟ランキングリワード、これがね、もらえないんで、もらえないは正しくないな、大体もらえるんですけど、よりいいのがね、もらえないので、ぜひね、同盟のメンバーには頑張っていただきたいですね。そう、無料で20回ねやれるからね、やり得なはずなんだよな。はい、こんな感じで個人リワードもねいっぱいもらえるんで、同盟総動員ね、なんかめんどくさくてやってないっていう方がね結構多いかなと予想はしてるんですけれども、普通にお得なイベントなので、ピラミッドを探すよりねはるかに楽ちんだと思うので、ぜひ定期的に同盟総動員のねこのクエストを見るといいのかなって思います。ジャルさん、ピンクドラゴンが今回お得に買えると聞きましたが、飛んでるの見ましたか？うちでは見ないんです。見たい。あ、うちの
うちのサーバーのね、このりょうさんっていう方がすでに持っていた気がしますね。あとで行軍出るかな。もしかしたらね、さっき出てたかもしれないな。見逃しちゃったな。あ、これワンチャンある。このタイミングでもしかしたら出るかもしれない。出るかな。りょうさんの城はどこや。もしかしたら今のラリー、あ、いない。あ、違う、ピンクドラゴンじゃなかったこいつはオールスターかなんか出た時のやつだ。ピンクドラゴン私もねまだ見てない気がしますね。ゲットした人がいるのは知ってるんですけど、 あとね、ここの SNG のレイさんも確かゲットしてたとかいうピンクドラゴンがいるみたいなの見た気がするな。なんか城かっけえ。何この城かっけえな。なんかもう魔王じゃん。魔王の要塞みたいじゃん。こんなすごっ。はい、これね、階級1位、2位、3位組なんですけれども、この方たちが確かね、ピンクのドラゴンを持ってたような気がしますね。イカレルを当てないでください、ウケる。あ、シャチフさん、ついに当てたんだ。めでたい。いや、高級住宅地ですよね。そう、うちのね、同盟も、まあまあ高級住宅地だと思うんですけど、あー、このなんか、APTX さんの城もやべえな。はい、まあ、うちもね、高級住宅地なんですけど、ここはね、もうなんか毎度並んでるんですよ。こう並んでるからね、もう特に感じちゃいますよね。でかいのがボンボンボン並んでるんで。おもろいなと思っていつも見てます。まあそれ以外のところはね普通かな。うちとまあ大差ないかな。はい、このねこの3つね、分かりやすくて楽ですね。エボニーヒルズそうそうそう、さて、あとは、そう、報告系のところで、これね、班長、スーパーヤート担当官にしました。これ一番上のやつですね。攻力 180% アップということで、そう、いや、野党はね、条件が緩いんですよね。だいたい防御力、攻撃力1400みたいなのが条件なんですけど、野党1350で低いので、そう、これね、やっと、スーパー担当官にすることができましたね。はい。これも、ただ、もう本当にギリギリ。1350ジャストなんですけど、これ、戦勝記念塔で8上がってるの、プラス、ジェム強化。これ結構、ギリギリやって、この上振れ。この500人以上だったら、1350になるの分かってたんで、この上振れはワンチャン狙えるっつって、やりまくって、そう、スーパー野党担当官にね、しましたね。もう彼はね、もう外すことがないです。二度と担当官の座から外れない。一生つきっぱなしになります。はい。そう、レベル37になったからね、彼はいけるなと思ってたんですよ。多分ね、他のところは条件が厳しいので、基本的にはね、1400だったと思うんですよ。そう、1400。これも1400、1350。ここは1400。王城に至っては1450だわ。はい、ということで、まあ、野党はね、一番簡単なので、はい、野党をね、目指しましたと。で、他のやつもね、1400を目指したいので、これをね、1400を目指すためには、もう、レベルをね、37じゃ多分ならなくて、38にしなきゃいけないので、スーパーいいですね。ありがとうございます。そうなんです。そう、
単純に強いエレクトラとかはね余裕で1400超えてるんで、そのいろんなところに担当官つけれなもう分かっていたんですけども、そう他のやつもねギリギリやっとはいけましたと。で多分次の訓練所とかのステータス1400にするのはさすがにレベルが38か39で、38で目指すなら多分この戦勝記念塔をレベル2にしてその基本能力アッププラス 2% これがねつけばワンチャンあると思うんですけども、ちょっとね厳しいかなと思っていますっていうのもあって、今ねこの君主レベルを今上げたくて、あと 197M ですね。しんどすぎます。はい、だからね今ね同盟総動員でたまにね祭祀のクエストが出るんですよ。祭祀80回で240ポイントってやつが出るので、それをねゲットしてジェムでぶっ込んでグワッグワッって15万ぐらいかかった気がする。あ、12万ね。ガッってか使うと勲章エキスポもゲットできて名声もゲットできて、はい、この同盟総動員も達成できるっていうのをねやりたくて、もうひたすらね祭祀が出るのをね目指してというかぐる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 見ています。はい、昨日と今日ねその祭祀をボーナスをゲットしたんでだいぶ上がりましたね。今ね階級ランキングもね18位までちょっと上がったんですけど、こっから先がねもう魔境なんですよ。桁が違うんで。はい、最初ねもう昨日今日で200ぐらいやったはずなんですけれども、それでも1590とかだからね全然足らないんですよね。ジェムが120万ぐらい費やしても次の順位目指せなそうな感じがしていて、なかなかねえぐいですね。まあ、16位までギリギリいけるかな。15位以上はちょっと無理ですね。はい、このジェムを貯めてね、どん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 。やっぱ君主レベルをね、上げてなんぼな気がしているのでね、ここをね、上げていきたいなって思ってます。富山さん、JAL さん、私もやっと戦勝記念塔を開放できるようになりましたが、資源が足りない、装備をアップグレードして 5.8M に行きました。あ、そう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 、装備をね、装備とドラゴンを工夫するとね、なんかギリギリね、5.8M、2体はね、頑張れば、なんとか目指せるラインだと思うので、素晴らしいですね。ただそう、資源ね、大変ですよね。いくつだっけな、でも 1B いかなかった気がする。800M ずつぐらいじゃなかったでしたっけ。あー、でも 1B だったかもな。だって、レベル2上げるの 1.8B とか、必要だもんな。 1B ぐらい必要だったかもしれないですね。結構きついですね。そう、ただね戦勝記念塔はね威力が大きいので、地味ですけどかなり強いので良いですよね。さあ出そう。まだ今日はねあれをゲットできてないので、縁起物がまだ稼げてないので、今153でしょ、157、私は7単位でなってるので、昨日時点で147だったので今日はね157になるはずなので、これしっかりね毎日集めないと、これしっかり集めてギリギリ最終日ぐらいでね最後のね伴侶エスメラルダかを解放できる予定なので、ね、しっかり集めなきゃいけないんですよ。ちなみにジョゼフィーヌさんなんかねめっちゃ良かったですね。X で見たんですけど、なんか贈り物あげると贈り物は無駄だぜとか、もっといいものをよこせみたいな、なんかね結構ねなんていうかこんな雰囲気で結構えぐいことを言っていて、ただなんだっけ、なんかねエボニー公式がツイートしてたんですけど、このジョゼフィーヌさんはなんか温厚だとかなんか優しいだとかなんちゃらみたいなね書いてあったんですよ。ただセリフ合ってないんですよ。こうなんかねおもろいなと思って、
なんだっけな、エボニー公式でね、あったんですよ。ちょっと待ってください。ちょっと今 X のポスト見よう。そう、あの魂の伴侶ジョゼフィーヌ、高貴で華やかなフランスの皇后であり、生まれながらにして優しさと寛大さに満ち、芸術に対する優れた目を持っていましたっていうのがエボニーの公式からね出てるんですよ。出てるらしいんですけど、ただこのね X で見たやつだと、はい、贈り物は気前がいいが無駄だよとか、もっと高価な贈り物はないとかね、あのなんか結構ね、あのなかなかなセリフを吐くらしいんですよ、ジョセフィーヌさん。マジね、あの課金してゲットするやつなのにめっちゃおもろいなっていうね、これいいキャラしてますよね。はい、ちょっといつかね無課金で取れるようになった時にね、ちょっと楽しみにしてます。富山さん 1B でじわじわ来るためています。やっぱ 1B ですよね。いやそう、もうほんとねこの辺のやつね大変なんですよね。これあの理想の国も私レベルアップできるようになったんですけど、これいつも 1.5B ぐらい必要で、 1.4B か、バカじゃないのっていうね。ただねこれもね重要なんですよね。あ違う、そっち行く必要ない。こいつさあレベル1建設速度 2% で大したことないのに、レベル2になった瞬間に全部のバフ 5% つくんですよね。建設速度も 5% 上がるし、結構えぐくて、多分この効果素晴らしいと思うので、そう理想の国上げたいんですよね。理想の国上げたいし、文明の旅でねこれ欲しいですね、こいつね。そう結構ねあの X で一発もした報告をね見たんですけど、私まだねこの文明のために一発もしてないんですよ、この限定商品。はい、私もねこれいつもは 金色なのに今回ね赤なんですよ。レアリティがねいつもよりあの上なので、これ欲しいなって思ってます。上位は本当に魔境ですね。そうなんですよ、本当魔境ですよ。ちょっと意味がわからないですもん。月見さん、ジャルさん、階級すごアバター通りのセレブ、エボニーヒルズ住める。いや本当にこれね、エボニー原種はあのエボニーヒルズの住人なんで、はい、エボニーヒルズたちです、この方たちは。はい、私は、まだねあの18位なんで、なんとか10位に行きたいけれど、10位は無理ですね。マジで無理ですね。まあどっちみち上げるんですよ。あの君主レベル上げたいから、君主レベル上げるためにはその最小するしかないからね。もうあのジェムをね最初にする日々であることには変わりがないので、いずれはね もちろんこれぐらいのポイントにねなってなきゃいけないんですけれども、まあまあ遠いですね。はい、そう多分ね君主レベル40とかなん気がするな。今デュークさんとかが10位に今入っていたけど、デュークさんが君主レベルは41だもんな。そうやっぱそうなんですよ、君主レベルがこう逆にもう分かりやすくて君主レベルと対応するんですよね。とレイとかもそう、君主レベル43ですよね。そうつまりこの階級ランキング、このポイントここまでいくと君主レベルが上がるよと。だから17M、ね、この名声があると、まあ、ニアリーイコール君主レベル41。っていうことは、そう、君主レベルね、そう40とかまで上げたいから、だからこの中で見ると、参考にすべきは、アーチとかか。アーチさん。あっ、近くにいた気がするけど、わからんな。多分、アーチ見るよりは、え、なんでカーキンこんなとこにいた ?SNG?どうした富山さん、今回青しか来ない。いやそう、ほんとね運で変わってきますよね。エイプリルが37。あ、37だったら私は大差ないな。え、大差ないの。大差ないのはねショックだよ、ショック。12階級 12M でも37だから悲しいな。やっぱり 14M ぐらいいかないと。
38には上がらないんだな。アーチどこにいたっけ、わからんかな。あ、いたいたいた。あ、38だ。やっぱそういうことね。そういうことね。まだまだたくさんね、採取をして、上げないといけないと。まあ、ただ、君主レベル 3… めっちゃ咳。採取をしまくって、君主レベル38に上がるぐらいになったら、まあ、だいぶね、順位も上がりそうなので、まあ、引き続きね、頑張りたいところですね。カムイさん、私はアクティブ15名ほどの日本人同盟だから、JAL さん、私の倍以上の成長速度で羨ましい。はい、私、ありがたいことに、トップクラスの同盟かつ、日本人の方が、主要なメンバーにいるところにいるので、そう、私はね、恵まれていると思います。はい。なんか、お、昨日だったかな？なんかエボニーの中で一番最高の同盟ですみたいななんかことを言ったらしくてね、旦那さんをこの同盟に連れてきた人がいましたね。もともと奥さんは参加していて、他のサーバーがメインだった人がなんかこのサーバーでアカウント作ってなんか参加してましたね。はい、なんかいろいろあります。あ、ラリーさん、うちの同盟だ。この方なんかあんまり影が薄くてわからんかったけど、お、兵士回復やっぱりイベントタイミングはね、しっかりお助けが進んでいいですね。もう終わらせちゃおう。さあ、これで同盟総動員、あ、21M、ちょっと足らない。そう、これ、すごくあれな仕様で、私、R4 で交換するために R4 になってるんですけど、このクエストをね、交換、このクエストを削除ってやって、クエストを削除したときに、ここにね、すぐ放棄ボタンが押せる場所にあるんですよ。これ、すごく怖くて、いつも事故りそうなんですよね。すごい勘弁してほしいんですよね。だからなるべくクエストはもう持ってない状態で触りたい。事故りそうで。まあ、とはいえね、こういうゴミみたいなクエストがあったらさ、やっぱね、消さないとね、みんな損するからやらざるを得ないじゃんみたいなのでね、こうなんか慎重になっちゃいます。あ、これね、これいいですね聖なるドラゴンに餌をあげる。ただね、これ聖なるドラゴンなんですよね。通常のファフニールとかじゃなくて、この上にいる聖なるドラゴンじゃないとダメなので、そこがね、難しいところ。そう、やれない人もね、結構いるかなというので、さあ、いや、このままでいいや。はい、でね、そう、私どうしても秀吉が欲しくて、いや、正確には秀吉だけじゃなくてですね、秀吉を秀吉とこいつね、聖太后と王立じゃない、権立、こいつが欲しくてめちゃんこ酒場回してたんですよ。まあ、結局ね、引けなかったんですけど、まあ、引けなかったけど、まあ、それでもね、カークイン用のお寿司と、まあ、豊臣秀吉はゲットできたので、はい、彼らね、はい、これね、アケメネス装備ついてるのは、この前のね、コンスタじゃないね、BOT の時に、独州都市のね、市長として参戦させることで、防衛成功するとレベルが上がるじゃないですかっていうのでね、属州都市でレベル33だか4ぐらいまで上げて、そっから先は大変なので、属州都市の市長にして防衛で、経験値を稼いだという形で、無理やりね、私の今のレベル上限37まで引き上げましたと。
ただね、こいつらまだパラメータが低いので、今強化をね、今しているところで、まあ、この同盟総動員で、確かね、将軍を500回強化する240ポイントとかがあるはずなんですよ。それを引いた時にね、あげようと思って、やってます。待ってます。はい、そう、そこにね、照準合わせてたんですけど、なかなか引かないんですよ。このね、同盟総動員の中でも私やりたいのがあって、将軍強化の強化500回のやつと、あとルーンストーン 1.3K 使って240ポイントかなってやつがね、あるはずなんですけど、それでマジで見なくて、みんな取ってんのかな、みんな速攻取っちゃってなくなってるからかもしれないんですけど、本当に見当たんなくて、はい。まあ、そのね、クエストをゲットして、そう、ルーンストーンもね、今回もうエレクトラもう集まったので、その特性もマックスできる予定なんですよ。だから同盟総動員のね、クエストでね、やりたいなと思ってるし、強化もね、やりたいなと思ってるんですけど、全然引けなくて、はい、もう私ね、結構見てるのに引けてないんですよね。はい、もうあと13回しか受注する気ないので、もうなんか来る前に終わっちゃいそうな気がして、もし終わっちゃったらもう特に何もなく育てようと思います。はいね、彼らしっかりパラメーターを上げて、500上がったら、あ、500、うん、あ、でも豊臣秀吉とか500上がったらギリギリ1400いかないから、レベル38になったら1400いきそうだな。スーパー担当官でつけられそう。素晴らしい。今ね、エレクトラをスーパー担当官としてつけてるんですけども、これね、集結の場のスーパー担当官激強ですよね。担当官スーパーでつけると舞台定員が 30% アップして、舞台7万も増えるんですよ。めちゃくちゃ美味しくて、そうだからね、秀吉をスーパー担当官でつけれれたらめちゃくちゃでかいはずなんですよね。これ多分ね、ギリギリいかない、ギリギリいかない。やっぱね、君主レベル38、やっぱ全ては君主レベル38なんですよ。そうだから、今ね、レベル37なのにまだね、市長としてつけっぱなしなのは理由があって、あと1回ね、戦場で戦ってレベルをマックスに、レベルというか経験値をマックスの状態、エレクトラとかと一緒ですね、この状態にして、もうあと将軍エキスポ100、これやればレベル38になるよっていうね、状態にして外そうと思ってるんですよ。そうすることでね、すぐに38として使えるようになるはずなので、そう、レベル38になったね、豊臣秀吉楽しみですね。敏夫さん、女神像の魂かって、女神像の容量が埋まったら魂になる感じですか？そうです、そうです。うん、咳が。申し訳ない。はい、今ね、私、離脱兵作戦を、工場兵器でやってるんですけど、はい、工場兵器のね、あ、これはね、平和なサーバー、ナップサーバーだったら、この手法がおすすめです。そう、前からね、ずっとここピカピカしてたと思うんですけど、そう、離脱兵作戦って、病院埋めるの大変になってきたんですよ。私、病院のレベル上げちゃったんで。サーバー戦争用にね、病院をきれいに開けときたかったので、病院を広げたんですよ。で、そうすると、めんどくさくなっちゃったんで、工場兵器で今、離脱兵作戦をしていて、レベル1のカタパルトでね、ここを埋めるんですよ。そうすると、次から工場兵器してるやつって、離脱兵になるんで、こっちがね、工場兵器で埋まるんですよ。で、この離脱兵の枠22万8000、これを超えると、魂の蘇生に、行って、ここにね、溜まるようになります。私もすでに10万貯めてあるんで、次もすぐにね、蘇生できるようになります。はい。そうそう、これね、最近レベル5のね、ピラミッドにね、工場兵器も突っ込ませてるので、よく離脱兵になってるんですけど。はい。ということで、
先ほどの回答は、イエスです。離脱兵の、上限が埋まったら、今度は、天使者の魂化率判定に入りますと。で、この魂化率のパーセントで、離脱兵か、魂化します。が、基本的には、50%もいかないので、基本的には純存するので気をつけてくださいと。失ってもね、痛くない、T1 とかで、魂化に使うのがおすすめです。月見さん、生体魚がいないんですか？昔は酒場の看板娘だったのにな。もう看板娘 看板娘というよりは、もうなんか 裏のドンというか、おかみみたいな感じですけど。そうなんですよね。このね、この呪ってくる生体魚さん持ってなくて、彼女がいれば、彼女さえゲットできれば、このね、絶対君主ができて、この勝利の女神がね、できるんですよ。ちょっと前にね、このチャンピオンナイトを挙げられたんですけど、そう、もうすでにたくさん巻物あるので、レベル3までは一気に行くはずなんですよね。いや、勝利の女神あげたい。これもう全然違うじゃないですか、これ。25%も上がるなんて。これね、本当に生体後欲しくて、めっちゃやってました。まあ、今週でね、酒場をレベル35にする予定なので、またレベル35になってね、少しだけ確率が良くなる気がするので、そしたらね、またぶん回していこうかなと思っています。ヒドラ参加する。ヒドラはね、重要ですよ。これね、君主エキスポのアイテムが出るんでね、かなり個人的には優先度の高い。よし。おショルマンさん、羽ジャルはです。課金してピンクドラゴンゲットしちゃった。おお、おめでとうございます。どれぐらいかかった？1万5100×4 で6万で攻めた。そう、今回はなんか6万ぐらいって聞きましたね。去年よりも、そう、去年はもうちょっと下っぽかったんですけど、今回はね、なんか3倍チケットとかいろいろ駆使すると、なんかそこまで去年よりはお安いっていうのをね、そう聞いています。ファゾールとね、行軍、もしかしたら出てた可能性があるけど、見逃してるな。うちのサーバーだと多分買いそうなのは5人、まあ5人ぐらいはいるな。パッと浮かぶだけでも5人ぐらいいるな。そう、ドラゴンはね、持てば持つほど、自然とこの激特イベントの超お得な育成、ランキング順位上がるじゃないですか。そこがね、偉いですよね。これね、これ、レイの 15.2K って、これ、ファゾールトをゲットして、かつ、即レベル上げたから、これじゃないかなって思うよな。でもさ、この辺上げるのすごいよな。その素材、結構、ねえ、きついじゃないですか。これ上げてなかった、上げよう。いやー、ちょっと命の石あげたくない。ジェムもいい。キーも足らないからやだ。ってなるとね、そう、素材がね、結構、素材枯渇税としては、なかなか気軽には上げられないんで、上げるアイテムは選ばないといけないから。そう、素材とかどうなってんのかな？やっぱり課金してると、その辺のアイテムも潤沢になるのだろうか。私はギリギリのリソースで羽ばたいているので、なかなか想像ができないですね。としおさん、ジャレさん、そうですよね。T1 がどんどん戦していくので、8万人貯まるまでピラミッドで地道になります。ありがとうございます。そうです、そうです。ピラミッドでね、ボコ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 
殴ると自殺が簡単にできるので、はい、蛮族と同じようにね、自殺ができるのは非常に良い仕組みなので、活用するのをおすすめします。あ、派遣した部隊が上限達しちゃった。上限だと？待てよ。あ、いや、帰ってきてるところがいるから。コショルモンさん、戦争で5位内で解放できる青ドラゴンがピンクになっただけのデザインだったです。あ、そうなんだ。まあなんかね、ピンクっていうだけで、あの、可愛い感があるので、人気が高そうですけどね。多分、そんなにピンク買ってる人いないんじゃないかな。そもそもシャワザールもあんまり使ってる人見ないからな。でもピンクドラゴンはね、レイドって書いてあるから、それこそ今回の要塞ピラミッドとかで使えますし、それ以外にもね、ワールドボスとか同盟ボスとかそういったところにもね、なんか使えそうな感じがするので、こいつは使い道多そうな気がしますよね。まあなんかその他のどんな強さを秘めてるのかが、あの、全くわからないのであれですが、あ、この詳細ちゃんと見たことがなかった。レベル12以上のドラゴン3匹以上所持している場合には対応するミラクルをアンロックできます。ミラクルはウィングなどの他の飾りと一緒に利用できません。レベル15以上のドラゴン6匹以上所持している場合には対応するミラクルをアンロックできます。へえ、こんなの書いてあるんだドラゴン6匹以上で、確かね、実績になんかそれっぽいことが確かね書いてあって、あの、そこで確認をしていたんだけれども、どこだっけな、繁栄だっけな。レベル6のドラゴン、レベル10のドラゴンの飾り、あ、400日まで、あ、全然、あと32日でした。なんか何匹ドラゴンを解放しなみたいなのがね書いてあった気がしたんですけど、忘れちゃいましたね。まあいっか。富山さん、厳選して餌にしてます。蘇生石とかあればたまに使えます。蘇生石蘇生石ね、どれぐらい持ってるのがいいのか分からなくて怖くてなるべく使わないようにしてるんですよね。特に攻撃した時に負けると属州都市の主張を一気に全員してるので、防衛で属州都市の市長を殺すことあんまりないんですけど、攻撃しに行った時にね死んじゃうんで、それ本当に良くないんだよな。攻撃はね弱いのがいけないんですけど、もっとね殴れるようになりたいですね。さて、担当官の話はしたし、そう、あとはね美術品ね、これのアンロックを目指してね、あの、この勝利の女神のアンロックを目指して頑張りますっていうのとで、あの、このレベルアップもしていきたいんですけど、まずは今回のね、この激特イベント、消費還元のイベントは基本的には酒場と馬小屋と城壁、これをね上げることで 5B を達成して、また来週ね金曜日からきっと資源の消費還元イベントがまた来るって信じてるので、そのタイミングでね 10B 達成するためにためましょうというタイミングにしようと思ってます。で、できればね次の消費還元では、本当に可能ならなんですけど、可能ならなんですけど、鉄をね 20B 消費して、このアップグレードですね、馬の T14 へのアップグレード、これをねすることでめちゃくちゃ鉄消費するので、 20B 消費をね目指していきたいなと思っていて、それに向けてねここ最近はずっとこの鉱石の生産量を上げたりとか、鉱石を集中的に、タイルをね取ったりとかいうのをしています。なるべくね手持ちのやつは、手持ちのやつでなるべく消費するように頑張って、この資源のね箱はなるべく開けないように、開けないように鉄をひたすら貯めるように、ここをこう見るよりこっちを見た方が早かった。まだねストック全然足んないんですよ。まあ、またね木曜日からユミルなので、はい、ユミルに、ね、向けてやっていこうかなっていう感じです。
あ、そういえば新しい画面作ったのに試すの忘れてた。はい、最後にちょっと新しい画面を試しておしまいにしようかな。よいしょ。王の対決の画面を開いて。これね、全く時間足らないで、パパパッと調整した画面になってますが、あ、なるほどね。逆順に表示されてる。なるほど。なんかこんな感じで、コメントがね、映るようにしようかなと思ってはいるんですけど、さすがにこれはこれで、コメントがでかすぎるので、ちょっとね、調整して、いつものゲーム画面を左斜めにして、右側にこういうコメントが出るような形でね、ちょっと画面構成を少し変えようかなって思ってはいますと。はい。今回ね、このイベントを特化して見るときに、画面をちょっと用意してみましたと。はい。で、ちなみにサーバー版王の対決、今週ね、サーバー戦争ですということで、今回の、私のサーバーのお相手さんは929のサーバーさんですね。あら、戦力負けている。昨日のモンハンは勝ってたんですけど、戦力は今負けてますね。はい、929ということで、うちよりもね、二回り早いから、半年以上早く出来上がった、1年ぐらい、もしかしたら1年ぐらいかな、早く出来上がったサーバーですね。ちょっと眺めたんですけど、K40 の人が3、4人いたかな。はい、結構強そうな相手だったので、前回のタイミングで翼取れてよかったなと思いました。丸。まあ、今回は私、土曜日に忘年会がね、オフ会と忘年会と、なんか、2つイベントが重なったりとかして、ちょっと土曜日はあんまり参加できないんですけど、日曜日はね、ちょっと参加したいな、みたいに思っていますね。はい、あとはね、トゥーロン皇位戦、これですね。次の土曜で、ラウンド3になりますと、一応ね、うちの同盟が、あれ？シーズンランキング285、本ラウンドランキング、エリートリーグランキング84みたいな感じで、500以内に入るとね、アレースの血がもらえるっぽいので、引き続き頑張りたいですね。まあ、負け、勝ちって来てるんですけど、勝ち、勝ちってなると、まあ、なんとかいけるのかな、みたいに思っています。ちなみにこれね、X でポストしたんですけれども、今までね、輝きの星だったんですけど、うちのサーバーが切り替えの起点になって、ギャラクシーハートっていう新しいね、枠になってますね。はい、この前当たったサーバーさん1400とかだったので、一番新しいサーバーからうちのサーバーまでが、1100、ギャラクシーハートっていう新しい大陸として、カテゴリーがね、されたみたいですということで、これ本当であれば、うちのサーバーが一番有利なはずなんでね、頑張りたいなと思いつつ、確かね、1187のサーバーが鬼強いんだよな。めちゃくちゃ強いから、1187とかがめっちゃ上位に来そうな気がしますが、はい。まあ、そんな感じで。今後ね、大陸分割が、うちのサーバーは非常に都合がいい大陸が分割され方したので、頑張っていきたいなと、運よく勝ち上がれるといいな、みたいに思っています。まあ、ちょっとあんまりね、このまだ大陸の話とかよく分かってないので、なんか、もうちょっと強くなったらね、しっかりこの仕組みみたいなので見ていきたいかなと思います。まあ、基本的にはね、ラウンド4回で1シーズンみたいなカートなんだろうな、みたいには思ってるんですけど、今のところね、ざっくりしかランキングとかもあんまりちゃんと見れてないですし、まあ、そもそもね、このポイントとかも、お互いの同盟、戦力高くないと、そもそもポイント変動がしないから、なかなかポイントも伸びないみたいなのもあると思うんですよね。
そうってなると、私 1B も行ってないので、やっぱり、B 超えがね、多いければ多いほど、その、掛け金が大きくなるので、上位に行きやすいのかな、みたいな思ったりしています。はい、ところでね、上位にいるの、やっぱりいた、1187。上位だ。そう、上位ね、強いところがね、そう、上位になるとは思ってるんですけれども。あれ？なんか、さっき順位が見えたのになんか見えなくなってるぞ。どういうことだ？月見さん、いいな、古いサーバー混ぜて。いや、ちょっと古いサーバー混ぜられると、勝てないんで、勝てないんで。まあ、もはやね、強弱はよくわかんないですよね。なんかもう、ハイクキンの方、めちゃんこ強くて、別に金さえかければ、K40 とかで、ね、慣れちゃうから、あんまり、その、若いサーバー、古いサーバー、あんまり関係ない部分はね、あるなぁとは思いつつ。そう、ただやっぱね、そう、掛け金を増やすためにね、やっぱり私も、もうちょっと、K36 にしたらね、B 超えになるように、しっかり、兵をね、整えていきたいかなって思ってますね。カムイさん、コメント欄の感じがなんかドラクエ思い出した。あ、そう、これね、いくつかテンプレートがある中から選んだんですけど、これがね、ドラクエっぽくていいなと思ってこれにしました。そう、ドラクエ感ありますよね。富山さん、前回のトロン、相手は来なくて占領だけしてました。一回入ったら終わりでした。なんと。それね、ポイント稼げないからさ、おもんないですよね。その、結局、この、トゥローンとか BOG とか全部そうなんですけど、このリワードをもらうためには、この個人スコアをね、1800以上とか、勝っても負けても、個人スコア1800以上はやっぱ目指したいじゃないですか。でもこれ、占領だけだとなかなか多分行かないので、行くのかな？30秒16点とかだっけな。ポイント。ポイント。1分間で16ポイント。じゃあ、100分で1600ポイントだから、決勝鉱山を、最初から 2箇所くらい取ってたらいけるな。でもね、同盟メンバーがいるからね、なかなか厳しいよね。なんか、30秒通過との点数を、占領1分16ポイント。決勝鉱山とか軸の扉とかをね、取ってれば超えるかも。でも1800でしょ。いやいや、なんか、せめてね、1、2回は戦闘を行いたいから、なんか、それは寂しいですよね。ガウガメラもそう。ガウガメラはね、一応、モンスターハントもできるけど、モンスターハントはね、信じられないほどポイント少ないからね、これ、本当にどうにかしてほしい。マジで。イフリート倒すと5スコア、4スコアとかさ、マジで、スタミナに割に合わないんだよな、これ。本当にね、ふざけてると思う。スモールボスは5分ごとに全回復します。あ、そうなんだ。5分ごとに湧くんだ、こいつら。これ意識してなかったな。ビッグボスは10分ごと。へえ、そうなんだ。気にしたことなかった。富山さん、1万2000ポイントでした。え、1万2000ポイント、そんな稼げんの？ マジ？ああ、じゃあ、あれですね。一人でめっちゃ占領したんですね。まあ、大広間とか、祝福の塔とか、いろんなところをゲットするとめっちゃポイントが倍々で増えてくから。すごい。8箇所ぐらい占領してますね、それ。月見さん、そうそう、強くないから混ぜて。いや、強くないは嘘だと思います。ペソンペソンさん、防衛艦以外の属州将軍のアケメネス装備のフラットバフって、
独習の馬さんにしか聞かないからあんまり見ない感じですかね。はい、その通りです。市長とかにアケメネス装備をフラットバフつけたとしても独習都市内の兵士にしか聞かないんで全く意味がないかなという感じです。はい、属州都市の装備の強化はこだわらないで大丈夫ですね。強いて言うなら属州訓練速度が上がるみたいなね、そういう強化を選ぶっていうのはあるかもしれないんですけど、基本的にはスルーです。はい、本庄の、将軍兵隊には効かないです、そのバフ。富山さん、6部隊全部投げてそのまま退屈で眠ってしまってた。あー、なるほど。これ占領してるだけじゃなくて、あと援軍入れてる時もポイント入りますよね。なんかこの話、ここに書いてあるやつ、多分その建物を占領してる、建物を舞台に駐留させるだけでもその建物を占有しているプレイヤーがもらえるスコアの 20% がもらえます。ただ建物に舞台を駐留させることでもらった同盟スコアにカウントされませんということでね、多分自分で取って、自分でキャンプそのまましっぱなしだと 120% ポイントが入るので、16であったら、2だから、19ポイントぐらい入るのかな。だからそうですね、6部隊でずっと入りっぱなしで確かにポイント結構もらえますね。なるほど、ずっと占領しっぱなしも強いですね。お、食料貯め終わった。 OK。 カムイさん、大陸同じだったからジャルさんと当たるの楽しみにしてたのに残念。あー、カムイさんはあれなんですね、大陸が輝きの星なんですね。そう、輝きのね、星じゃなくなっちゃったんですよね。そう、今回そう気づきました。今まであんまり意識してなかったんですけれども、なかなかおもろいですね。これ結構統合ってされてたりするじゃないですか。なんかこの数字って前からこんな感じなんでしたっけね。306、307。まあ、もしかしたらね、今後もその、なんていうか、サーバーのマージって進むとは思うので、そしたらちょっとずつ変わってくるんですかね。そう、これ特に気になってるのは、このシーズンが終了する際に、同盟は大陸のシーズンランキングのトップ500に入るって書いてあるんですけど、その、大陸のトップ500に入れって書いてあるんじゃないですか。大陸のトップ5ってそもそもこの映画の絶頂とかってそもそも220ぐらいしかないし、覇者も300ぐらいしかないし、その確定500以内じゃないですか。いや、むしろギャラクシーハート以外は確定500以内だと思うんですけど、これはどういうことなんだいってなりません？ギャラクシーハート以外の、大陸に所属されている方は、確定でアレースの地は50もらえるんですかね。よくわかんねえなと思ってます。はい、これはね、ぜひ他のサーバーの、皆さん、ぜひ教えていただけたらなと思っています。これギャラクシーハート以外の場所みんなこれもらえることになるんじゃないかなって気になってます。あ、じゃあエピック引くんだったら忘れてた。最後ね、エピック弾いて終わろうかな。今日は10時半に始まったから12時半に終わりますっていうのを別に決めてたわけじゃないんですけど、ちょうどいいのでそろそろ終わろう。はい、エピック歴史の名称引換書プレミアム、確率の詳細ということで、今ねナポレオンが出やすくなっていますが、私的にが欲しいのはエレクトラ。ナポレオンも欲しいけど、まあ、あんまり、なんていうか、めちゃくちゃ欲しいってほどではないです。どちらかというと、エレクトラを引いて、エレクトラを、覚醒させたいです。ということで、さあ、引いていこう。まあ、ナポレオンが出てたら普通に嬉しいけれども、さあ、どうなる？ゴー！ラウドン、あ、持ってない。
やった。こいつあれだ、なんだっけこいつ。いや、騎兵だけど、騎兵だけど、騎兵の攻撃力が 540% アップし、騎兵の防御力と HP が 15% アップします。あ、まあ、よ、普通に強いですね。スペックも強そう。ラウドンっていたっけ。ラウドン新しくない？新しいからいない気がするな。いない、いないな。いないや。まあ、いっか。まあ、どうせね。どうせ出るでしょう。いや、まあ、どうせ出るでしょうっていうかね、なんていうか、使わないやつも取っとかなきゃいけなくなりましたよね。この制約っていうシステムのせいで。はい、このエレクトラもね、制約っていう機能が、まあ、多分今後あると思うんですと。で、結局、制約のシステムね、私ナポレオン持ってないから、その正確なことはわからないんですけれども、見るからに仕組み的には、この制約っていう機能を有効化するためには証拠を持ってなきゃいけないっていうね、仕組みだと思うんですよ、これね。制約、はい、私が持ってないやつはもう黒になっててグレーアウトされてて、持ってるやつは色が光ってるんですよ。これつまり所持しない、ナポレオンは過去にゲットしたことあるのに売っちゃったんですよね。売っちゃった？かけらにしたっけな。マンドラは当然持ってませんと。ということで、なんか関係が近しそうなやつは持ってなきゃいけないっていうことがこれで確定してしまったので、例えばエレクトラも、もし制約機能を回復、開始されたとして、何があるかなってなった時に、きっともしかしたらこの義経さんを使ってないですけど、彼がもしかしたらその制約の対象になる可能性があるじゃないですか。ってなると、もうこいつら全員完璧解雇しなきゃいけないですよね。また引くの大変だから、完璧解雇でかけられとかなきゃいけなくなっちゃったなって思って、結構ね、えぐいシステムだと思います。そう、織田信長とかもね、この前引いたんですけど、これも絶対使わないんですよ。ねえ、歩兵 35%、絶対使わないですよ。絶対使わないけど、制約の対象になる可能性があるじゃないですか。ってなったら、彼はルーンストーンにしたかったけど、ルーンストーンにはしなくて、もうこれかけらなんですよ。はい。で、完璧解雇さえしておけば、一応、いつでもね、いつでも復活させることができるので、どこにいるの？いた。はい。っていうので、私ね、ちょっとね、このね、制約システムはね、ちょっとクソシステムじゃないかなってちょっと思っているんですけれども、はい。めちゃくちゃ将軍枠が必要で大変そうな気がしている。富山さん、ガメラならモンハンでいろいろゲットできたのに。なるほど。月見さん、ギャラクシーハート、新しい、そう、新しいんですよ。ヒカさん、同盟はもっとたくさんありますよ。あ、そりゃそうか。そりゃそうだ。ヒカさんのツッコミが最もすぎる。サーバーは200ぐらいだけど、そのうちの500。いや、でも、古いサーバーって、その過疎サーバーが多くて、1サーバーあたりの主要サーバー、主要同盟が2個3個っていうのもなんかザラな気がして、やっぱり競争率低いんじゃないかなとは思います。まあでもね、結局それなりにはやってなきゃ、順位は上がらないから、勝たなきゃいけないのはね、変われないですかね。でもそりゃそうだわ。サーバーの中にも同盟がたくさんいるから、でもさ、てなるとですよ。てなるとですよ。やっぱりギャラクシーハートは若くて生きがいいから、まだね、引退者も少ないだろうし、これ考えようによっては一番の激戦区なんじゃないですかね。さあ、どうだろうか。まあ、楽しみです。
ペソンペソンさん、ナポレオン当たっちゃったんですか。 PVP で馬使う勇気がないからモンハン してもらうかなと。傾向力 50% でゼルフリータみたいにモンスターを飛ばすサインって書いてあるんですけれど、モンスター飛ばしじゃないやつは厳選されるんでしょうかね。どうなんでしょうね。厳選はされないんじゃないかな。単純にスキルがつくかどうかの組み合わせでやるといいと思いますよ。防衛官でね、まずスキルのつけるつけないの話と、あと防衛官のとこで組み合わせをつけたときにね、ちゃんと有効になるかどうか、モンハンで使うだとすると、どちらかというと補佐官にね、モンスター攻撃アップとかをつけて、なんていうか強行しないかをねチェックするといいのかなって思いますね。カムイさん、前回の放送でおっしゃってたように最初のナポレオンかけらにすらしませんでした。いや、そうなんですよ。私もいくつかはもう別にかけらにしても絶対使わねえよっていうのはかけらにさえしないで捨ててるんですよ。私ね、ナポレオンかけらにしてないんじゃないかな。したっけな。ナポレオンいる？あ、いたいたいた。ナポレオンはしてたのか。なんかね、結構ね、してないやつがいて、もう、なんか即捨てのやつがいるんですよ。はい、もう、ね、将軍の殿堂埋まったら、もう、お役ごめんみたいな感じでね、速攻捨てちゃったやつとか結構いるので、なんかそれを考えると、マジでエグいシステムだなって思ってるんですよね。富山さん、イカレロとマルティニスが制約の対象になりそう。あー、どうなんでしょうね。マルティニス、私1個は持ってないんで、それ困るな。イカレロはね、私なんか運が良く3体ゲットできてるので、そう、これね、結局捨てずに持っとこうと思います。まあ、複数もっと幻突しとく必要は別にないのかな。1個だけあればいいのかな。どうなんだろう。まあ、メフメトさんとかならね、めちゃくちゃいるんで、メフメトさんとか対象になってほしいんですけど、まあ、今後ね、制約のやつが増えてくるのかなとも思いますが、そもそも、今ね、もう新しくもらえるようになったこの紫の石、これがどれぐらい必要かっていうのもね、私はわからないので、はい、ちょっとね、エレクトラさん、早く制約の対象になってほしいなって思ってます。ヒカさん、新しいサーバーはそもそもまだバトルフィールド出られないですからね。あ、そうでしたっけそうか。そうかも。最初 1,2 ヶ月ぐらいはサーバー戦争もなかったし、戦場もなかった気がする。なるほど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 、そうかもしれない。いつからって書いてないかよくわからないや。確かにそうですね。ガフガメラとかもな、シーズが、お、同盟レードを開始しましたの、ピラミッドが、ピラミッド、ピラミッド。ピラミッドは大事ですよ。まあ、一応、騎兵と。あれ、なんか、兵が少ないぞ。まあ、いいか。あれ？なんかもう一個、ピラミッド出してるぞ。まあ、なんかこれで出させてもらおう。わーい。そのね、ピラミッドをね、レードでね、出してくれる方がいるのね、ありがたいですよね。でね、ここに来てね、レード定員枠っていうね、今まで意識してなかったやつがね、めちゃくちゃ必要になってきて、今、参謀本部もね、上げなきゃなってやっています。まあ、ちょっとここをね、上げる資源がちょっと今のところ、ちょっときつめなので、このね、研究で、レート定員を上げるやつをね、今急いで上げてるところです。あー、やべえ、気づいたらもう12時半になってる。はい、そんなところで、はい、まあね、今週は、要塞ピラミッドを、頑張る週かなと思います。あとね、SVS があるので頑張りましょうっていうのと、このね、資源とスピードの消費還元、めちゃくちゃ美味しい機会なので、皆さんね、頑張って消費して、リワードをね、受け取りましょうというところです。
この辺のね、スピードアップとかを先に達成することで資源をゲットして、こっちを達成するっていうね、ルートもあると思います。私はむしろそれが前提で今動いてたりするところもありますが、しっかりね、消費還元をして、この機会にね、建設をしたり、兵を増やしたりというところで、戦力を上げていきましょうというところですね。はい。で、今週はこんなところで、終わりにしようかなと思うのですが、来週ね、私、ちょっと火曜日、忘年会の予定がありまして、来週は月曜日に、配信をしようと思います。ちょうどね、イベント最終日になってます。はい。大体ね、月曜日の17時で、いろんなイベントは終わるんですよ。この、ピラミッド。要塞ピラミッドもそうですし、同盟総動員とかね、オークションとかも、もう、オークションはあれだな。あ、境の宝探しとかあれなんだな。はい。まあ、大体、月曜日には、いろんなイベントが終わっているので、まあ、そのイベントがね、終わった後の、この、引き換えとかをね、やっていこうかなと思います。はい。なので、来週は月曜日に、イベント終わりの、リワード引き換えみたいなところをやりつつ、この長期イベントね、振り返りをしていけたらなと思っています。はい。ということで、さあ、私ね、急いで T14 の馬を作りたいんですけれども、まだね、全然建設が来てくれてないので、サーバー戦争建設がいつ来るのか、はい。これがね、非常に重要な感じでございます。まあ、明日資源採集が来て、木曜日に建設とか来るとね、ちょっといいかなと思ってるんですけども、果たしてどうなんでしょうか。少なくとも、なんか訓練の前に建設来てほしいな。はい、そんなところで、今回の配信はこれにて終わろうかなと思います。富山さん、お通じある様でした。赤い腕また見直します。あれ、忘れないようにしよう。ありがとうございます。またね、気になるところがありましたら、コメントとかもいただけたらと思います。月見さん、お疲れ様でした。忘年会やタバコ対策にガスマスクしてください。ガスマスク。お酒飲めなくなっちゃうからな、それはな。いや、もう本当にもうタバコのせいで、もう咳がでも止まんなくなって、本当に勘弁してほしい。神さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、またね、来週月曜日に、配信をやろうと思ってますので、またご覧いただけたらと思います。はい、今日も、たくさんね、ご視聴いただき、またコメントいただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録や高評価をして、来週の配信を待っていただけたらと思います。ということで、今日の配信はこれにて終了します。おつじゃる様でした。